では、えー、コラボハウスのこれまでの話をさせていただきます。今日の話の内容としてはコラボハウスのこれまで、で2つ目に、えー、採用と育成の話、3つ目にあの設計事務所の乱立という話をさせてもらえたらと思います。まあ、会社作って13年、まあ、そこそこ伸びてはきたんですけど、まあ、コロナなんで来年は売上下がるのかもしれません。ちょっとわからないです。こんな感じで会社が伸びてきましたと。 で会社は伸びてきたんですけど別に私はあのそこまで会社を大きくしようと思ってやってたわけではなくてあの会社を伸ばすことよりもどうすれば会社が潰れないのかあの衰退しない組織とか衰退しない会社潰れない会社崩壊しないチーム、えー、そういったことばっかり研究してます成長要素っていうのは集客イベントしたり紹介キャンペーンしたり目標設定と達成 表彰みたいなことをすればあのスタッフさんもやりきにもなるしお客さんも集まるので伸びそうなもんですでもあの大切なことって離職をできるだけ防ぐことだったり、えー、と接客か資格かみたいな話になると、うん、なんかね設計業をやらせじゃないですか設計業やらせてたらどうしてもその接客って答えがないから難しいんですよ。 ででも資格試験って答えががあるるから、勉強すすれば成果が出るんですよ。なので資格試験ばっかりやってしまって、えー、と全然接客とか営業に対する勉強をしない人ってのが増えます。これがあ難しいです。会社ってダメになっていく時って資格重視になるんですよ。そして営業よりも現場重視になります。結局現場って答えがある程度あるじゃないですか。営業って答えがないわけですよね。 精神的に不安定な場所で戦っている営業の人よりもあの答えが分かっている設計とか現場監督の方が意見がどうしても強くなっちゃったりします。はい、もうこうなってくると、えー、設計の人よりも営業の人の方が疲弊していって、えー、仕事を取る側の人間が減っていくっていうことが起こります。はい、一応衰退防止策について、えー、9つだけ話します。 あのうちの会社は衰退防止をするため、会社がだめにならないようにするために、今、の注意事項というか考え方を社員さんにこう伝えるんですけど、それが全部で250項目ぐらいあるのかな、それの中の一部を少しお話しさせていただきます。会社が衰退しないための方法として、まず接客のストップルールとかありますま。家を建てたお客様に迷惑をかけないようにすること。 というよりもあの利益の損失を防がないといけないので、えー、契約率の低い人とかやる気のない人を早く見つけて接客から外すっていうことが重要になります。何を確認するのかっていったら当たり前に接客数とか契約の数それから契約率の問題です。特に気をつけないといけないのはアポイント率と、まあ、特に直近のアポイント数。 とかアポイント率、えー、それからうんまあ契約率ですね。契約率の一つの基準としては20%を置いています。契約率が20%の以下の人がお客様に与えている印象としては、まあこの担当者不安だなとか、もうやる気を感じないなっていうもうこのどっちかどちらかなんですよね、えー。不安そうにしていると、なんか接客営業の担当者って不安そうにしてるとお客さんが あこの人不安そうだから聞いちゃダメなんだとかあの不安そうにしてるからかわいそうだからある一定以上突っ込まないようにしようっていうのでお客さん離れていってくれるんですよ。なので特にクレームにも何にもならずにお客さんが離れていくのでうん先輩社員から詰められることはありません。あとまあやる気のないとか熱意を感じないっていうのでコラボハウスで家を建てなかったっていうお客様も実際多いです。 愛媛県ってやっぱり小さいエリアなんであの私の知り合いが清家さんには内緒でコラボハウスで家建てようと思って、えー、コラボハウスに行きましたとで行ってみたら担当の人があまりにもやる気がなくてうわこれちょっと言いづらい清家さんに言いづらいわって言って結局他の会社で家建てるみたいなのがあるんですよはいあの結構あのそういう話を聞いてると楽しいですコラボハウスで家を建てた人の話聞くより建てなかった人の話を聞く方が楽しいんですよね 立て、えー、なかった人のほとんどがこの2つの要因、これだけです。20%以下の人に見られることというのはこの5つです。まず感覚がずれていること、無意味に不安げな表情や声を出していること、不安を隠すために表面的な対応をしていること、もうお前カフェの店員かよみたいな、なんかそういった話し方というか対応してるんですよね。はいまあ、あとは これはもうちょっとやばいんですけど私的な問題を仕事に持ち込んでいる、えー、彼女と喧嘩した彼氏と喧嘩したっていうのを平気で仕事に持ち込んでいて不機嫌そうな雰囲気を会社で出してたりしますあと故意に契約率を下げてるっていう人もいます故意、まあ、に契約率を下げてる人っていうのはあのいや一生懸命頑張りますって言ってるけど心の中でよし半年後に辞めようとかって思ってるんですけどねもうそういう人はもう明らかに、えー、アポイント率がダラダダダって下げてるんですよ なので、アポイント率が下がってると、あやる気ないっていうか、もうやめたいんだなっていうふうに、えー、汲み取るしか方法がないです。ルールとしては、このような形です。えー、ステップ1、えー、5組連続未契約、仮契約が取れない場合とか警告。8組連続になると、1か月間の接客休止。 さらに4組連続というのは、8組未契約の上に、さらに4組未契約になった場合については、もう2ヶ月間接客させませんよ、そして配置替えも考えますよっていうことをやっています。もうここまでいくと、あのうん、ちょっと確率的には、1%以下ぐらいの確率になっちゃうので、コラボハウスの契約率とかアポイント率でいくと、ちょっと起こらないですね。 まあここら辺のお給料の話はいいか。まあ、お給料は、はいえー、大体16等ぐらい売っていただいたら、最低でも1000万円はありますぐらいは出せているので、まあ他の会社さんとほぼ一緒か、ちょっといいぐらいだと思います。まあ、これプラスアルファがあるので、もうちょっと、はい、14等ぐらいでも1000万ぐらいにはいくのかなというところです。えー、自立型組織のマネジメント、ソフトマネジメント研修っていうのをやっています。 これ知ってる方もいらっしゃると思うんですけどピラミッド型組織では必ずハード系のマネージメントになりますし私たちみたいな自立型の組織ではあのソフト派あのマネージメントっていうのが基本になると思いますやってる内容というか研修は3部で構成されてあって基本的に教える技術、まあ、教え方とあと教わる人はどういうふうに教わったらいいのかっていう教わる研修っていうのをやってます 2つ目会社を潰す 5, つのあ5人の部長っていうタイトルでこんな部長会社の中にいるよねっていう大体どこの会社でもいそうな5人の部長の話をするんですよそしたら何が起こるのかっていったらうわ俺こんな人間になってるっていうのに気が付いていったりああの人あんな感じだよね清家さんが言ってたあの部長に似てるよねってなっちゃうのでここにはいっちゃだめだっていうことを防ぐわけです。 ちなみにこの教え方とか教わり方の研修って内定者だったり新入社員に全部やります。会社を潰す5人の部長っていうこのタイトルの話も新入社員に言うんですよ。なんでかって言ったら新入社員の中でもめちゃくちゃ仕事できるやつって、えー、偉そうになるのが早くて25、6歳から結構偉そうなやつになったりするんでその前にあの叩き潰しときたいんです、はい。っていうことをやってます。 あとは良い教え方とかダメな教え方っていう基本的なことをやって、まあ1個の項目が2時間ぐらいのコースなので、まあこれで6時間ぐらいで構成されてあります。えー、今年こんな感じです。それも、あの、この45人がむちゃくちゃレベル高いんですよ。はい。えー、コラボハウスの内定者研修とか、もし暇があったら見に来てもらったら分かると思うんですけど、 コミュ力高くて住宅が好きでとかっていう子が45人ぐらい採用できますはい。じゃあどんなことを話しているのかっていうと間取り作り研修会社説明会やってることはこれです住宅設計の5つの手順と2つの原則住宅設計士っていうものがメインに立つようになりました住宅の営業マンじゃなくてねじゃあ住宅設計士がこれからやること 住宅設計士もしくは設計事務所がやるべきことは設計事務所と選ぶ土地とか設計事務所の考えた分譲住宅ああの分譲地みたいな清家さんが考えた分譲地清家さんが選んでくれた土地だったらお客さんは安心して買えますで設計士である清家さんがモデルハウスを案内してくれる ここれがこれがからの主流になると思います。コラボハウスっていう会社ではモデルハウスはありませんってパンフレットに書いてあるんですけどうーんともうそんなに持たないですねあと長くても3年持つか持たないか3年以内には設計事務所が当然設計さんをメインにしてモデルハウスを持ってるのが当たり前土地を持ってるのが当たり前分譲開発するのが当たり前っていう時代になります で、このモデルハウスを持ったら次何が起こるのかって、モデルハウスあってもよく分かんないんで、えー、人気の設計資産集客っていうのが始まると思います。人気の設計資産集客っていうのが始まったら、組織の作り方も変わります。もうデザインの共有と写真の共有はどんどん進めていきたいと思います。3つ目、もうとにかく各地で、各エリアで設計士と作るっていうポジションだけをもう皆さん死守してください。もうお願いだから。 このポジションを誰かに取られるともう後で大変ですよ。はい、1回取られたポジションを宣伝広告費使ってやっつけようと思うと、その会社が使っている宣伝広告料の最低4倍使わないとひっくり返すことができないので、はい。相当難しいです。はい、これが今私たちがみんなでやるべきことだと思います。 株式会社ファンファーレの梶原と申します、えー。ちょっと、あの、あんまり慣れてはいないんですけれども。あの、今日は最後まで、ちょっと、まあ、拙い話ではございますけれども、よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、まあ、株式会社ファンファーレという、まず最初、自己紹介を簡単にさせていただきますけれども。えー、博多の方でですね、あの、デザイン事務所。 というのをやっておりますでデザイン事務所といってもですねあの、まあ、建築っていうところを軸に、えーまあ、そこからまあ展開していった事務所ということになります。もともとはあの設計事務所というところから立ち上げを始めてですねそれから、えーまあ、ただその家の設計とかデザインとか、まあ、そういうことをするだけでなくですねあの、まあ、クライアントの期待に応えようとか お客様のために何になるのかなっていうところを考えていく中で、まあ、一つ一つそのデザインのジャンルが増えていったというようなことになります。で、えー、2011年の創業で今期がまあ11期目ということになるんですけれども、えー 今、そのデザインの幅としては、えー、と大体こんな感じになっております。で一番左がですね、えー、まあアーキテクトで、それからリノベーション、左からですね、それからまあインテリア、それとプロダクトデザイン、それからまあグラフィック、そして最後にシステムデザインというような。 一重、えーまあ、にちょっとデザイン事務所といってもです、ねまあ、建築寄りではあるんですけれどもあの、まあ、システムというところまでをまあ兼ね備えたあこういう幅の、えー、デザイン事務所であります。でそんな中であの、まあ、ブランディングというのがささやかれているんですけれどもあの、まあ、そも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 論ですね、えーとまあ、今聞いてらっしゃる方がどうなのかというのはちょっと分かりませんけれども あのなぜブランンディングをしたいのかでここが、えーまあ、すごく一番大事ななとところかなと思いますやっぱブランディング大事だよねとかブランディングしなきゃなとか、まあ、そういう話はですね会話の中でまあよくよく出てはくるんですけれども、まあ、そもそもなぜそのブランディングをしなきゃいけないのかブランディングをしたいのか、まあ、ここに一回その自問自答してみると。 といいいいううののもすすごく大事なななではないかなというふうに思っています、えー、理由としては分かんないですけど例えばあの、まあ、会社を強くしたいんだっていうなんか、まあ、大ざっくりな話も当然あるかもしれませんし、えー、もっと頭数を伸ばしたいんだとかですねそのためにブランディングしたいんだとかはたまた、まあ、売り上げをもっともっと伸ばしたいんだ。 だからブランディングをしようとかですね、まあ、そういう理由、まあ、動機、まあ、そういうのもたくさんあるかと思いますで、えーまあ、それがダメとは言いません言いませんけれどもただ一度そこに立ち返って、えーまあ、本当に何が必要なのかなっていうところを一度考えた上で、まあ、このブランディングっていうことを、まあ、考えてみてもいいのかなと思います。 あのもう担当直入になんですけどかっこよくしてほしいと言われるんですよねかっこよくしてくださいかっこよくしたいとこういうオーダーがやっぱり多いですで、えー、僕らはあの、まあ、右から左にかっこよく多分これがかっこいいのかなってかっこよくすることは多分やろうと思えばできるのかなと思いますただあのそこにはどういう方向性でかっこよくしたいのかとか なんでかっこよくしたいのかとか、まあ、そういうものがあの、まあ、ちょっとこう欠落してるケースっていうのが、まあ、結構あるんですよね。で逆にもうそこを明確に持っていてだからこういうデザインにしてくださいっていう、えー、オーダーの方がやっぱり少ないです。だからあの、まあ、そういうのがない中でオーダーされることが悪いとかそれを目指すかっこいいデザインをするって それを目指すことが悪いということではないんですけれども僕らはただただ本当にその仕事に対して100%のパフォーマンスで応えたいというふうに思っていますでそう思った瞬間に何でそうしたいのかっていう理由が存在しないとですね僕らもパフォーマンスを発揮できませんなのでそういう部分をですねいちいちやっぱりこう大事にしてるというのがまあ 現場で一番感じるところかなというふうに思ってます。はい。で、えっと、結論から先に言います。で、今ちょっと見えてるものは何なのかっていうと、えーっとまあ、僕らはこれをですね、コアコンパスというふうに呼んでます。で、コアっていうのはもう本当にこう、芯の部分ですね。で、コンパスっていうのは、まあ、えー、方位自身とか、まあ、方向性を示すような。だから真の方向性がどこにあるのか っていうような意味合いで、これをまあコアコンパスというふうに呼んでいます。でこれは何かっていうと、あの会社のです、ね、アイデンティティの部分っていうものを、えー、それからそれを元にした行動指針っていうところを、この1枚の紙の中に必要なものだけを分かりやすくレイアウトしているということになります。で目的としては、えー まあ、あるとき、企業が道に迷ったときにです、ね、やっぱりこう立ち返れるものがあるのかないのかで、やっぱ判断を間違ってしまうことがあると思うんですよね。でも、これがあることによって、そうそう、やっぱり俺たちこうだよねっていうその意思決定のコアな部分になってくると。要は、そのマップですね。 そういうものそういうのが一つとあとは、えー、まあずっといるスタッフそれから新しく入ってきたスタッフも含め自分たちの会社はこういう志を持ってるんだというものを分かりやすく腹落ちさせるための解釈がぶれないようにですねそういう意味で、えっと、こういうものを作っていますそういった瞬間にじゃあどうなるかっていうとある課題が見えてきます、ね、モデルハウスを建てたものの築年数がたって機能してないんだとか ターゲットニーズとかけ離れたモデルハウスなんだとかですね、地域との関係が薄くて認知度が低いとか、顧客との引き渡してからの関係性が薄い、それから、えー、家を建てたいなと思っているお客さんにしか認知されていないとか、まあ、そういう現状のです、ね、課題が見えてきました。 でえー、とそういう課題が見えてきながら今度はじゃあ、えー、モデルハウスに頼らないことで何をどう解決するのかっていう話になってくるんですけれども解決するための行動としては、えー、家づくり以外でも家づくり以外でもどうやったらつながれるのかなとか家だけの相談じゃなくて暮らしの相談もどうやったら受けれるのかなもの ではなくてことをもっともっと提供していきたいんだよとか地域とのコミュニケーションをどうやったらもっと積極的に取れていくのかなとか家づくりを検討していない人検討していない人たちとも接点をどうやったら持てるんだろうとかですねでまた、えーと、異業種からの協力も得るにはどうしたらいいのかなといろいろ今度解決するためのアイディアが出てくるわけですよね。 もうここから3番4番っていうのはもう僕らの造語なんですけれどもあの RI 構築ってこれ多分そんなになんだろうって思うんですけど要はリアルですねあの僕らは、えっとまあ、リアルあってなんぼの業界なのでここでリアルがないのはおかしいんですよね、まあ、モデルハウスも一重にそうですなのでここからだからこういうリアルなんだよねっていうのを構築していかなければいけません えっとまあ、これローソンですねで。どうリアルを構築していくかっていうと、ちょっと背景はあの画像をじってますけど、ローソンを、まあ、射抜きしたものを、まあ、こういうコミュニティのスペースを、えー、リノベーションして作りましたと。要はあの、まあ、言ってるその クライアントとどうやって接点を持つか、まあそういうところを、えー、作るための場作りですね。これを分かりやすく街の、えー、なんだ、みんなが誰もが知ってるようなコンビニ、コンビニを、えー、リノベーションすることによって、えー、自分たちがやろうとしているっていうことを、まあここでちゃんとしっかり見せていくということをここで目指しています。で、まあもう、 今見たら、もともとコンビニだったのかなんなのか全然分かんないんですけど、まあ、駐車場も広いし、イベントするにはちょうどいいし、まあ、そこに、えー、こんあのコンビニの空間だけではちょっと足りなかったので、えー、とコンテナも転がして、でその中で、えー、といろいろ見せたり、あとは商談ができたりとかっていうスペースもここにあります。でここで、まあ、地域の人たちがいろんな、えー、コミュニティを行ってもらったりとかですね、まあ、そういう、まあ、相談事であったりとか。 まあそういうスペースを目指して作っています。えっと、まあ、最後に僕らデザイン事務所をやってます。で、ま、正規さんのお話にもありましたけれども、やっぱり誰かのためにみたいな、まあ、そういうところが僕らのモチベーションです。で、デザインの語源っていう、まあ、めんどくさくもよくある話をすると、やっぱりその、ラテン語で問題解決っていう意味が実はデザインなんですよね。なので、 僕らとしては、なんかかっこいいものを作ろうとか、スタイリッシュになんかやろうとか、そういうことではなくて、やっぱり目の前のことを解決することによって、その目の前のクライアントさんに喜んでいただく。まあ、ただそれだけですね。だからそういうスタンスであの仕事をしているので、まあ、ぜひですね、あの何かあれば、えー、ぜひぜひご,あのご相談いただければなというふうに思います。はい。えっ、ー、と、では僕のパートは以上でよろしいですかね。はい。すいません。 ありがとうございましたで、えっと、この10年です、ねえー、徹底してやってきたことというのは、この100頭ビルダーの作り方と、えー、とにかく100頭ビルダーにするんだというマインドで,です、ね、各社さん支援させていただきまして、まあ、全国にいろんなタイプの100頭ビルダーというモデルを作れたんじゃないかなというふうに思っております、まあ、設計士と作るというものであったり、あるいは総合展示場にモデルハウスを出展して、会社を伸ばしていく。 あるいは、まあ、マスターブランド戦略というところで、注文と分譲を組み合わせて100頭に伸ばしていくというようなモデルもあります。えーでまあ、今日はです、ねまあ、設計士と作る編というところで言うと、まあ、コラボハウスが愛媛で設立4年で年間103頭、えー、そしてルポハウスさんですね、えー、滋賀県で設立5年で120棟、えー、一番直近はグランハウスさんですね、岐阜で設立4年で、えー、契約ベースですけど、年間170棟と。 えいう形で、えー、急激に100頭に伸ばしていくというような事例が増えております。まあ、これだけではなくて、神奈川県のアンドハウスさんであったり、まあ、茨城県のファーストステージさんであったり、まあ、京都のホームライフさんであったり、まあ、小さな会社が100頭まで伸ばして、えー、地域シェアを取っていくというところを、えー、多くです、ね、支援させていただいております。でまあ、設計士と作るに限らず、ですね結局100頭ビルダーを作ろうと思ったら、この3つが重要だよねというところで取り組みをさせていただいております。まあ、1つ目はポジショニングですね。 まあ結局、エリア分析、競合分析、お客様ニーズに基づいて、まあ、勝てるポジションでビジネスを展開すること、これが非常に重要だと思っておりまして、まあ、どのポジションで戦うかを決めた時点で、勝負の半分以上はついていると思ってます。まあ、そんな困難です、ね、まあ、全国に100頭を超えるようなクライアントさんが増えてきたなというところですし、まあ、100頭を超えている会社さんからの依頼も増えてきたというところなんですが、まあ、ただ一方で痛感しているのがこれですね。 まあ成長しながら利益が残る会社と残らない会社、これが大きく二極化してきたなというのをえ痛感しております。まあ、実際、我々のクライアントさんでもですね、100頭を超える会社さんで、経常利益率が10%を出している会社さんもいれば、経常利益率が1%、あるいは赤字であるという会社も結構あるわけですね。なので、10億、20億、30億とやっていて、ほとんど利益が残ってないという会社さんって意外と少なくないです。なので、受注だったり、観光数を伸ばせば、 利益が残るわけではなくてまあ、正し、い経営をしていかないと企業の発展はないなというのをすごい痛感しているのが、まあ、この数年だなというところですね。まあ、ですので、この3、4年、徹底的にもう変態かというぐらいここを徹底しているんですけど、まあ、経常利益率10%ビルダーの作り方というところをさせていただいております。まあ、100ドビルダーというのがある程度できてきたんじゃないかなと思う反面、まあ、利益率だったり、純資産だったり、競争優位性というところに目を向けると、 ちょっっととと危ないなないいう会社さんも、まあ、少なからずあると思っております、えー、ですので盤弱な財務体質高い競争優位性を持った、まあ、長く地域に愛されるような非凡な会社を作っていくことが、まあ、私たちの使命だなと改めて思っておりますし、まあ、ここを徹底してこの34年やっているので、まあ、クライアントさんの経常利益率が上がってきているなという実感も大きくあります。 でえー、とここからがですね、ぜひ自社の、まあ、決算書を見比べながら生、えー、かしてもらえたらなというふうに思っているんですが、まあ、弊社800社以上のです、ねまあ、クライアントさんがあるので、これ、データベースにしておりますこう、利益を出すための方程式がそもそもずれていると、でえー、これだけの会社を調べてきた結果、もう方程式、まあ、基準としてはここだなというのが、えー、この数字になっているんですけども、えー、製造原価率が70%、販管比率が20%。 で結果として営業利益は10%、まあ、ここが王道中の王道だなというふうに思っています。でえー、モデルは今の形になるんですが、まあ、じゃあ一方で、この方程式を崩してしまうよくある症状編というのを説明させていただければなと思います。えー、大きくはです、ね、2つあります、利益欠乏症と管費非多症というふうに2つに分類されていて、まあ、全体としては5個あります。1つ目剥離販売型もう付加価値がないと まあどこで建てても同じような家を売っていれば当然利益は残らないですよねという薄利販売証2つ目原価高騰型、まあ、実行予算が高いあるいは原価を落としていくような工夫がないので結果利益は残らないと3つ目製造ロス型と受注した時点では利益が出るはずだったのに観光してみたら利益が残らないというものですね4つ目組織膨張型人が増えていって一人当たりの生産性がいつの間にか落ちているとあるいは抵抗率型 えー、広告予算が莫大にかかっている、賃料が大きい、経費が大きい、販、え、管、ー、費が上がってしまって、利益は残らない、まあ、この5つのうちのどれかが大きな症状を招いていたり、まあ、あるいは組み合わせですね、組み合わせで結果として利益は残らないという会社さんが多いなというのをすごい痛感しております。でえー、と収益性の高いですね住宅会社さんを作ろうと思ったら、ですねどのポジションで戦うか、まあ、どんな集客をするか、セールス、契約、デザイン、施工組織と、す、え、べ、ー、てのフェーズでですねやらなきゃいけないこと、たくさんありますよね。 でえっと、下の段から2つ目に依頼先っていうのがあるんですけども、もうポジションのことはブランディング会社に頼んで、集客のことはマーケティング会社に頼んで、セールスのことは営業研修生かして、組織のことは組織コンサルに頼んでって、ブチ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 発注していると、やっぱり一貫した会社にならないんですよね、なので、いかにこれを連動して、自分たちらしさですよね、自分たちの会社のあるべき姿を追求できるかというところが、えー、直結するなと、利益に直結するなと思っています。 でよくありががちなのがです、ね、もうとにかく集客を増やしてくれとうちの会社は集客さえあれば売れるからっておっしゃる経営者の方がいらっしゃるんですけどいやいや今の組織状態で集客増やしたらクレームめちゃくちゃ増えますよねと、えー、とにかく営業がやってることがみんなバラバラだというようなこともありますし、えー、あるいはとにかく契約率を上げたいんだとセールスチーム強くしてくれというお話があるんですけどもいや今のポジションのまま契約2倍にしても結局利益残んないですよねということがあったりします往々にしてあります。 なのでやっぱり経営者の行き当たり割ったりの思いつきで何か施策を打っても会社って良くならないなというのをすごい痛感しております。まあ、ですので我々はこう年間を通じてです、ね、無料財務診断というのをさせていただいているんですけどもで、えー、と私の講演テーマにもある7つの指標というのが、まあ、こちらになるわけですけども。 えー、この7つの指標を管理している会社さんは収益性が高いですし、えー、会社が成長しています一方で社長先月の契約率を教えてくださいって言ったらなかなか出ないとかですねあるいは10月11月の観光あらりを教えてくださいって言ったらいやちょっと決算終わらないと分かんないやっていう会社さんって結構あられるわけですねなのでこの7つが、まあ、少なくても今日時点で11月末までのデータが出る会社はやっぱり収益性が高いですし分かってない会社さんはそもそも低いよねっていうのは 共通してているかなと思ってますで12ですけども、ジアポリス契約率、まあ、今日う、清毅さんの話にもありましたけども、まあ、ジアポリスが低い、えー、例えば私たちは80%基準にしてますけども、やっぱ50%、40%になっていくと、あるいは契約率が10%台だと、これは、えー、期待して来ていただいているお客様を裏切っている行為になりますので、まあ、この状態のままどんなに走ってもブレーキ踏んだまま、えー、アクセル踏んでいることに等しくなりますので、 そもそも改善しなきゃいけないよねと。これにすぐ気づいてすぐ改善していくということが重要になります。3、4は現場サイドの話ですけども、まあ、定別観光あらりというところで、コラボハウスは去年260件観光してますけども、毎月観光した物件の、えー、台帳ですね、工事台帳をちゃんとチェックして、何がずれたのか、じゃあ次ずれないために何をするのかっていうのを毎月やってます。一方で、利益が残らない会社さんは、そもそも閉めてないと。 台帳見てないんで、えー、実際何パーセントだったかが分かっていないとか、ですね決算締めてみるまで分からないというケースがありますので、やっぱりこれ、毎月すぐ分かるっていう状態にしていくことが重要です。で、利益を失いやすい三大指標というところですけれども、まあ、これ、測っていくと、如実に落ちるのがこの3つですね。まあ、1つ目、契約率の低下ということで、まあ、せっかく集客させていただいているのに、お客様の期待を裏切っていく状態になってくると。 もともと契約率、えー、営業マンが4人しかいないときは契約率40%あったのに、今や8%だみたいな会社さんも多いので、やっぱりこの期待を裏切ってる状態、いかに改善するかというところがポイントかなと思ってますし、まあ、2つ目、観光あらりの低下ですね。 これは穴開いた経営状態って言ってるんですけども、どんなに受注をしても、ですね、観光あらりが落ち続けていたら、結局、利益って残らないですよね。んでこれにいち早く気づいて改善していくということが重要になります。3つ目、半感比率の増加。これも同じですけども、人が増えていくと、これ、自然の節理ですけども、まあ、集団的手抜きというふうに書かせていただいてますけど、人が増えると生産性、絶対落ちます。 これをほっとかないですぐに気づいて改善できるような体制を作っていかないとこの1、2、3、どこかで必ず少しずつ率が落ちていき利益が残らないという会社になっていきますので、まあ、注意が必要かなというふうに思っております。で、ここに対してです、ね、もう徹底的に気づいて改善していくということをさせていただいてますので、まあ、経営指標管理と最適な解決策というところで、まあ、こればっかりやっているので私たちはこの独自開発した120のチェックリストというのがあるんですけども、まあ、そもそも えー、ポジションがずれていると、えー、今の商品を売ってても儲かんないよねって気づいたら、じゃあ、どうリポジショニングするのかっていうことが重要になります。これが先ほどの梶原さんのお話じゃないですけども、まあ、CI ですね、コーポレートアイデンティティが何なのかっていうのをもう一回考えて、商品を高い位置にポジショニングしなきゃいけないかもしれないですし、あるいは今日正規さんの話にもありましたけども、えー、契約率が落ちてきたと、組織全体の契約率が落ちてきたときに、じゃあ、何をするべきなのかと。 営業研修してそれで治るんだったら誰も落ちないですよね。もしかしたらそもそも採用から変えなきゃいけないかもしれないですしそもそも考え方が伝わってなくて前職の売り方をみんながしてるかもしれないですし何が理由で落ちてるのかというのが明確に分かってじゃあ何の手を打てばいいのかというのが自分の会社しか見てなかったらこれ分からないんですよね。 なののでこの全国いろんな住宅会社さんで改善してきたものをですね、えー、各社さんに提供させていただくことによって改善していくっていうのをさせていただいております。なので本当の問題は何かということとじゃどうすれば解決できるかということが非常に重要かなと思っております。まあ、ということで私たちがやりたいことこの業界に対してやるべき使命っていうのはここなんじゃないかなというのが2つあるんですけども、まあ、経営改善で目指す姿と。まあ、1つ目 PL に対して私たちは事業経済性という言葉を使っていますがまず経常利益率10%、12%のモデルを作っていくというところですね、まあ、今、1%、3%しか出てない利益をいかに5%、10%に上げていくかと、あるいは営業,収営業外収益を組んでいくか、この PL で利益を出せる状態にしないと、まあ、そもそも始まらないですよねというところですで。さらに経営者の方には2つ目、BS まで見てくださいというのを常に言わせていただいているんですけども。 ええ、一年、二年利益が出るだけだったら、会社は強くならないです。なので、B. S. S. ね、競争優位性を作って、まあ、純資産三十億目指しましょうというのをよく言わせていただいてるんですけども。ええ、八百社のデータがあっても、利益剰余金が十億以上ある会社って3、三パーセントに満たないです。 えー、20年、30年経営してますと、あるいは50年、100年経営してますという会社さんの決算書を見ても、ですね、まあ、利益上余金1億ありませんという会社さんって結構ザラにあります、でもやっぱ社長って命かけてこの会社やってるわけじゃないですか、でえー、と地域の建ててくれたお客様の暮らしを守っていかなきゃいけないですし、えー、一緒に働いてるスタッフの生活を守っていく、あるいはより豊かなものにしていくためには、やっぱり強い会社にしていく必要があると思っております。 えまあこういう原価高騰の時代であったり、ですねもうちょっと昔になるとリーマンショックだったり、まあ、いろんなえ外部環境の変化っていうのもありますので、まあ、しっかりと利益を残して、投、ま、機、あ、利益に残すもの、そして再投資ですね、まあ、デザインだったり、オペレーションだったり、えー、どうすれば再投資によって競争優位性を作れるか、まあ、この BS を強くできるかっていうところが肝だと思ってます。 はい、なので、ま、私たちがやっていること、そしてさらにやっていきたいことは、経営改善を通じて PL と BS に変革を与えることだと思っています、えー。プロジェクト型の対象療法では本質的な経営改善って不可能ですよねと、えー。例えば集客が増えました、本当に経営よくなりますかと、えー。商品どこから買ってきました、本当に経営よくなりますかといっ,ったらならないなと思っております。なので、やっぱ BS を良くしていくこと。 これによって、これを作ることが真の意味での競合他社を凌駕する経営なんじゃないかなというふうに思っておりますので、なんで利益出ないんだろうと、5年、10年会社経営してるけど、PL 全然利益出ないし、そもそも内部留保何もたまってないという会社さんは、ぜひです、ね、私たちにお声がけいただければなというふうに思っております。